斉藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか。もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に、たとえ相手が新選組の大使であってもです。どこだ？あんまり逃げんなよ。近藤先生、こっちこっち。先生、こっちどす。どっちだ？お、そこか。あ、しつかまえた。姉さん、わざと捕まらはったやろ。なんだこりゃ。血の匂いか。え？血の匂い？ええ。Wait a minute. Is this斎藤はじめです。知ってるよ。俺が呼んだんだあれ。あなたが局長の。うん。新選組局長。近藤勇だ。He's he's the it's not Makoto Date. It's what's his name? それで頼んだ件は調べてくれたかい？例の坂本龍馬。はい。坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきました。あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと最後には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味だ？坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口を割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやあ、あんたいい仕事したぜ斎藤さんよ。俺がですか？うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだけどな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってのは真っ赤な偽物だ。だよな。本物の龍馬さん。Oh shit. Okay. 1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。そうかい。こっちから先に腹割ってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。担情に似合うよ。俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思った。ある計画？ああ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。俺はよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのはな、勤王志士が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる？異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸に遷都すればそうはならねえのか。ただしその前に京を焼き、御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。なんだと？じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか？あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在？そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとそれが今日の町を焼き払うことなのか。そうよ。京の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。ならいっそどっちかをなくしゃすっきりする。あんた自分が何を言ってるのか分かっているのか？もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。早い話、日本って国の中枢を一ところに集めるんだよ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせばそれこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。そうよ。俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するために。なぜ俺に計画のことを話した？ってるって言ったろ。それにお前さんとならよ、取引できると思ってな。俺との取引？何のことだ？吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつをお前さんに渡して。Oh shit。父さんを脱藩してまで追ってるんだろう。悪い話じゃねえはずだ。あんた、やはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺の知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってな。馬鹿げた計画、あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことだ。That is a fair point。こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きると一時が万事犠牲を伴うものだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ、女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだなおめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が勤王党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば、新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何こいつに見覚えがあるのか。やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬！新選組チーフ、Kondo Isami。Isami。I did the wrong one. The other one would have been better for me. That's just a little bit stronger than my current, so I gotta equip it. He does so much damage. Wait, I'm lacking on armor again. He does so much. So we need to restock on healing items bad. What the fuck is this fireball bullshit? I want to cast a fireball. It might be one of the I need to upgrade bad. This fight is learning I'm still under armored. I think I'm gonna have to eat all the fucking bones in my pocket. I swapped to this because I know I have more armor in this style. Alright, I need to get off of... I'm stuck in a corner. I am so low on health. It's not funny. Wait a minute. Oh! I barely had enough to kill him. Just barely had enough. Not kill, but take him down. Kondo. あんたはあの覆面の男じゃねえ。なぜそう思う？おやつさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる。そう言ったはずだぜ。 おや、なんだ。やめるのかい。あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？わからねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか。 この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句はあるが 勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。 俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多く、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？つだ。そうは思わねえか、源さん。イサミさん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。